2014年がスタート。今年の干支は馬年です、うん、馬は十二支の7番目にあたり太陽が最も上がった状態という意味もあるそうです、うん、はい、はい、ニュースの壺毎年恒例こちらもねなっております。干支にまつわる話というか、まあ、今日一日馬の話結構ね出てきておりますけれどもね、うん、ちなみに今日第一弾ということで今日明日と馬年の馬干支についてお送りしようかなと。最も上がった状態か、これやっぱりまあ 先回りしたいけんですけども、何株とかなんかがっていうのかな。そう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 、そんな話もありますよ。辰巳天井いう言葉があって、あ、はいはいはい、ほんでそうそう、この馬年でというと馬尻坂ね、うのというこれも、はい、あの出てきますか、はい、出てきますけれども、干支での話ですよね、はい、干支で見てみると、はいはいはい、あ、なるほどな、そういうことかということがよくわかる言葉ですが、もともとこの干支というのはお正月によくね、うん、語られます。あと、もう数ヶ月すると何年だったか忘れるんですけどね、本当やな、覚えておかんできませんね。そうなんです、馬年、干支というのは暦を記録するのに用いられたものですね、うん、季節も表します、時刻も表します、うん、方角なども表します、うん、いろんなところで生活に密着した、うん、そんな、まあ、単位でもありますので、うん、昔はよく語られておりました、うん、正式にはこの干支というのは十干十二支と、あと二つの組み合わせでもっていうものなんですけれども、うんうんうん、今はやっぱり動物を当てはめた十二支の方がよく知られているので、干支っていうともう十二支っていう風に捉えることが多いですが、正式にはその十干っていうのとの組み合わせなんですね。はい、はい。で、まあ、今日は十二支の方から行きましょう。うん、はい。十二支の七番目ですね。うん、馬は、ね、牛、虎、う、たつみ、馬。ね。七番目。はい、季節で言うと、うん、まあ、旧暦の5月。今で言うとこの7月ぐらいですね、うんうん、を指すのが馬です、うん、で、この馬の語源は月当たる、逆らうという意味の、この木ね、お餅の木ね、うその木ね、ね、うんうん、ね、ここが語源だそうですけれども、うん、で、この字を当てるの、はい、うん、太陽が最もさっきも言いました高く昇った上がった状態を示すと言われるように、時刻はこれは皆さんよくわかりますよね、うん、午前12時を中心とするおよそ2時間なので、うん、正午とか午前とか午後っていう言葉がありますが、これはお昼の12時がまさに牛で、うん、正午、あ、ここに出てきてるんや、そうそうそう、ここに出てきてるか、ね、この字が、はい、正午、はあ、牛じゃない、馬、馬字で牛って言っちゃダメ、字で牛って言っちゃダメ、すいません、馬、馬、うん、うん、突き当たると言葉を言うから、そうそう、馬の話をしてるんです、はい、はいはい、馬、馬、うん、正午、まさに馬で正午、うん、はい、で、その正午の前だから牛の前、牛じゃない、馬の前で、いや、牛と読むね、字を見てると牛って言って、馬の前で午前、はいはい、馬の後で午後っていう言葉はね、その名残ですよね。方角は、うん、この馬というのは南を表します、うん、四五線っていう言葉があるでしょ、うん、これ南北を結ぶ線、これは、馬が北を表します、うん、で、四五線の四はねです、ネズミね、うんうん、これが、北を表すということで、うん、南北を表す四五線ということ、うん、はい、抵抗になってますけどね、はい、なるほど、ね、そういうの午前とか午後とか四五線とかいう、うん、知らずに使ってますけども、意味はちゃんとそんな意味が含まれてるわけ、そうそうそう、こうやっぱ十二支から来てるね言葉、はい、馬というのはだいたい月で言うと5月現在の7月頃、うん、はい、時刻は午前12時を中心とするおよそ2時間、うん、方角は南、うんうん、これが馬だそうですね。はい。坪さんがさっき言ってました、辰巳天井、うん、馬尻下がりというのは、はい、さっきも言いました、正午っていうのは太陽が最も高い位置。うんうん、正午過ぎると太陽はどんどん沈んでいくでしょ、うんうん、十二支の中で辰巳っていうのが天井に立つと蛇ですね。うんうん、はい、はい、はい。天井になって、その後来る馬からどんどん下がっていきますよ。という意味。だから去年が辰巳天井って言われてましたから、はい、株をやる人はもうこの言葉はもう誰でも知ってます。はい。誰でも知ってますし、で、馬尻下がりと。そう。いうことで、私が前から心配している、これだけ上がった状況が、はい。いわゆる消費税とか、うん、いろんなの導入によって、何やら景気の一つね。そう。冷え込みにつながらへんかなというような気がしますね。今年、アベノミクス景気でね、株価上昇した辰巳天井、はい、そうすると、うん、今年じゃない、去年ね。うん、そうすると、今年は何、馬尻下がりなの、うん、っていうのはちょっと不安にはなりますけれどもね。ちなみに、うん、1990年、
前の馬年、うん、はい、1990年はバブル経済崩壊で株価大暴落という過去もありますね。経済学みたいなものはね、本当はね、ケインズをはじめとしてね、いろんな人がね、ずっとやっててね、それの総和でもって動いていって、で、うんうん、なるんですが、簡単にこの江戸でどうなる、こうなるいうのもですね、これがまた難しい、ね、経済いうのはね、科学であって科学ではない、気分というものがものすごい影響しますね。そうですね。はい、まあ、上手に暴れ馬乗りこなしてね、うん、駆け抜けたいところですけれども、さっき言いました、その、1990年馬年でこんなことありましたって言いましたけれども、他の年にはどんなことがあったの か、はい、たの過去の馬年。はい。はい。まず、だんだん遡っていきましょう。うん、新しいところでいくと2002年。はい。はい。日韓ワールドカップ開催の年でもありました。名古屋でいきますと、オアシス21がオープンしてます。はい。芸能でいきますと、平井堅大きな古時計大ヒット。ってことは、秀樹さんの大きな古時計、ズーズーバージョンも大ヒット。ああ、ということですね。もうこれ2002年、はい、うんうん。あ、これ翌年か、だから。翌年のことですね。うん、そう、じゃ古時計、うん、平井堅さんの古時計がヒットしたのを受けて、翌年の、うん、伊藤秀樹さんの、はい、ブレイクもありました。はい、2002年というと、今から12年前か。だから、馬年だもん。そうです。悲観でもいいやろ。馬年は。悲観でええ言うそうそうそう。12単位で動いとるんやから。そうよ。もう次から引きませんよ。はい、次は24年前やろ。はい、予測しちゃったわ。1990年はさっき言ったバブル経済崩壊の年ですね。はいはい、もう引きませんよ。はい。スーパーファミコン大ヒット。任天堂の。はい。そうか、こういうのも。まあ、10年一昔と言いますけども、うん、ねえ、この12年も一昔、二昔になるね、そうすると。はい。もうゲーム業界は今いろんな形でも、スーパーファミコンいうのがもうそんなではないです。ね、オンラインゲームとかになりました。オンラインの方で今ね。まして携帯とかね、スマホとか、ああいうのでやるようになっちゃったりなんかしましたけどね。24年経つとなかなかね、はい、変化あるよね。ね、うん、流行語でいくと、アッシー君、親父ギャル。ああ。ありましたですね。これは、いまだにいますよね。まあ、いますね。あんま言わなくなりましたけどね、アッシー君と親父ギャルと。なんで、まあ、バブルが、この頃まだね、ちょっとどうでしょうかね。まあ、崩壊する頃ですから、はいはい、バブルの名残のいろんなね、こういったものがありますね。成田離婚なんて言葉も流行語になりました。これもそうですよね、はいはい。はい。お天気はね、記録的な猛暑で水不足が深刻になったりしてますよ、1990年。うんうん、はい。ちなみに流行した歌は、踊るポンポコリン。あ、この頃。はい。コメコメクラブのロマン飛行。あら。リンドバーグの今すぐキスミなんていうのがありますね。あ、やっぱちょっとまだバブルの名残がありますかね。あ、小高さんが最もジャラジャラジャラ。女子大生時代。ジャラジャラの頃やわ。アッシー君、アッシー君とかメッシー君とか。水曜日に来てる頃や。そうそうそう。アッシー君、メッシー君おりましたですね。もう近年にない、大正時代の女の人も生き生きしてたと言いますけども。大正時代だ。それと同じぐらい、もが、流行った頃の最大ぐらいに、もうチャラチャラ女がですね、うん、もうなや強気に生きてた時代ですね。はい。はい、で、まあ、1978年には、インベーダーゲーム大ブームとか、キャンディーズ解散が流行語になったりとか、はい、そういったことがありました。1966年に遡ると、ビートルズ来日、日本の総人口が1億人突破とか、はい、その辺が1966年ですね。はいはい、さらに遡ると、この馬年でいくと、1954年、力道山などのプロレスブーム、マリリン・モンロー来日、などがあります。やっぱ12年ごとにガクンガクンガクンとこの世の中っていうのは大きく変わっていくという様子。1954年まで行くともう力道山か、うんうん、マリリン・モンローや。来日のもありますよ、ね。はい。これはディマジオと一緒に来た時かな。そう一人だったかちょっと忘れる、うん。時々来てましたからね。そうかそうか。ディマジオと一緒にね、うん、来てたのこれかもわかりませんしね。はい、うん。マリリン・モンローのね、寝る時は何を着てますかっていう時に、シャネルの5番用意のこの時の発言らしいですけれどもね。色っぽいですね。ああ、私、ネルの寝巻きや。聞いてないし。聞いてないし。シャが取れてるだけや。ネルの寝巻きな。ネルってあんま最近言わへんよ。言わへんよ。若い人知らへんかな。はい、ちなみに、日の絵馬いう話がよくね、はい、話題に上りますけれども、うん、さっき言ってた実家十二支の組み合わせで日の絵馬というふうになると、はい、ここの年に生まれた女の人が縁起が悪いいうことから、うんうん、出生率が突出して低くなりましてね、はいはい、女の子の人口がこの年だけ、少ないいう現象がありました。うん、なんでかって言いますと、これなんで縁起が悪いのかって言いますと、はい、日の絵馬。これね、伊原西鶴が書いた、公職五人女、この中にあります、八百屋お七。有名な。
話ですね。この八百八七が日の絵馬と言われていたので、はい、この年の女性は気性が激しく夫を尻に敷き、夫の命を縮めるという迷信が広がったとされ、でもこれ、八百八お七以外の日の絵馬のこの年の女の人は別にみんなあんな火つけたわけじゃないですから、一人だけやんって突っ込みたくなりますけどね。うん、一つのサンプルで全部の女の人を押し量ってしまったというところも。そうなんですよ。あ、ちなみに。まあ、でもこういうのはあれですよ、押し量ってしまったと言いながら、うん、そうやな、日の絵馬か、やわやわし。そういえばお前も日の絵馬やったな。なるほど、そうやわ。って、やっぱ共感する女の人もおったやと思う。ないけど、毎年毎年気の強い女は毎年おる。おるわけやわ。毎年おるので。おるわ。ちなみに日の絵生まれの、女性有名人でいきますとですね、うん、はい、でもほら、石川秀美さんなんてやっくんの奥さんでしょ。あら、もう全然そう揺れて湘南や。そうそうそう。揺れて揺れて湘南かけるやん。あの仲良しでほら上手に夫を盛り立ててやってる人じゃないですか。かけるって走るやったら間違いません。はいはい、三田博子さんだってそうですよ。ああ、三田博子さん。歌舞伎のね、奥様で頑張ってらっしゃって夫を支えてるイメージでしょ。僕、三田博子さんのお父さんタクシー乗ったことあるよ。それのかか聞いてない何も、はい、聞いてない、はい、はい。あ、この人はどうやろ、浜崎あゆみさん。最近結婚報道がありましたけど、どっちで行くでしょう、はい、なかなかあれやね、毎回いろんな人連れて空港から降りてくるっていうのが、そうそう、そのイメージ。大きいサングラスで。必ずなんかあと空港から降りてくるいうのが、必ずそんな絵が浮かびますね。ね、さっきもちらっと話題に出てました、うん、ニュースかなんかでもやってましたけど、生ちゃんブームでね。はい。はい。はいはい、小泉京子さんなんかも日の絵馬の出身。ああ。はい。まあ、芸能人、有名人なんで気の強い感じのイメージの多いのは、ちょうどないいう感じがしますけど、男をこういうのはどうかなと私は思うんですけれども。まあ、はい、ねえ。はい。というのが、まあ、馬年の。浜崎あゆも食ってるのか食われてるのか、ようわからん。そうやね。感じがしますし。ちょっとあの、結婚ネタで結構あのね、あんまイメージが割っちゃったりとかするときありますもんね。はい、それからどうですか、うん、矢田亜希子さんもそうでしょ。あ、矢田亜希子さんは。あの人も食ってるのか食ってないか。えらい目にあったりなんかして。はいはいはい。はいはい。ねえ。はいはい。ええ。うん、というようなこともある。はい、あの、ごめんなさい、うん、浜崎あゆみさんとか矢田亜希子さんは12年後の1978年生まれだから、はいはいはい、あ、これは日の絵馬じゃない。何のか。あ、そうかそうか。馬年生まれ、ね。馬年いうことか。はい、そういうことですね。ここはちょっと参考資料です。あ、そういうことです、はい。はい、すみませんでした。はい、では、まあ、日の絵馬で言うと、だからあとは伊藤和恵さん、江住真紀子さん、国生斎司さん、財前直美さん、斉藤由貴さん、鈴木保奈美さん、早見優さん。はあ。ね。皆さんそうだということで、うん、全然なんかそんな別の男を食う感じじゃないじゃないですか。ほんとやな、ね、中には旦那さん支えて一生懸命やってらっしゃる方もいっぱいいますよ。はい、うん、はい、まあそういうことで、まあ本当に江戸がどうこういうのは昔からの統計学的に経験学的にいろんなことが言われてます、はい、決して科学ではないでしょうけども、うん、でもなんか株の動き見るとその気分によって流されていく部分もあるんで、意外にこの気分で行くのかなと、はい、ねえ、じゃあやっぱ消費税前に売り抜けないかんのかっていう人もいるかも分かりませんね。明日第2弾やります、はい、私